お子さんの身長でお悩みを抱えのお母さんへ。身長ビヨーン、医師学科生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊ですね、身長に関すること配信していきたいと思います。今回はね、お母様に向けてねお話しさせていただきたいと思いますのでね、まあテンションね、ちょっとね、過去2つの動画ですね、もうぶち上げていきましたけど、ここはね、今日お母さん向けということでね、まあ通常の感じでお話しさせていただきたいと思います。お子様のですよ、身長の悩みのお母さん、おそらくです、お子様を育てらっしゃる方であれば全員の悩みというふうにも言えるかもしれませんね。180センチいくかっていうふうに悩んでる方もいればですよ、170センチいくかっていう方ね、悩んでる方もいれば、160センチいくかっていうふうに悩んでる方もたくさんいらっしゃると思います。ただし悩みは同じ、もっと身長を伸ばしたいっていうところになってくると思いますけども、そんなですね、お母さんにですね、ぜひやっていただきたいポイントについてね、今日は超実践的にですね、お話しさせていただきたいと思いますのでね、お子さんはね、ご育てのお母さんで身長少しでもね伸ばしたいという方はね、ぜひね最後までご覧ください。お子さんの身長でお悩みのお母さんへ、まず一つ目ですね、していただきたいポイントなんですけども、これはですね、ちょっとね、かなり今日は実践的な内容になりますので、上っ面じゃないですよ、実際にやっていただくんですけども、まず一つ目はですけども、こちらのこれ概要欄の URL にですね、私のクリニックの LINE をお伝えしてますので、そちらにですね、成長シート希望というふうにお伝えください。でその際にですね、チャンネル登録の画面もですね、ご提示いただくんですけど、そうするとですね、こういった成長の表をですね、お渡しさせていただきます。でこれ PDF でお渡しさせていただくんですけども、まあ、身長先生はね、チャンネルをですね、ご覧の方であればですね、もう何度も登場しているこの成長シートですので、ご存知かもしれないですけど、初めての、ね、方もいらっしゃると思うので、簡単に説明させていただきます。こちらの表はですけども、日本人の平均的な身長伸びをですね、表にしたものになるんですね。学校保健統計調査というものをですね、元に私がですね、こう作り直してですね、こう数値化したものになります。この表を使うとですね、簡単にお子様の身長はですね、最終的に何センチになるのか予測できますね。まずはね、最終的に何センチになるのかなというのをね、まずね、ざっくりでもいいですので予想していただくといいと思います。結構ですね、皆さんですね、なんとなく何センチになるかなとか、なんとなくっていう予想あると思うんですけど、これいわゆるですけども、模擬試験に近いなと私は思ってます。希望の、まあ、高校、希望の大学があった場合に、模擬試験を受けて A 判定なのか、B判定なのか、C 判定なのか見ながらですね、 A 判定であれば余裕だと、じゃあもっと上のね、中学校高校大学を目指しましょうってことになるかもしれないし、逆に言うとね、なかなか厳しい判定だった場合は、もう少し下のランクを下げてですね、もうちょっと確実にですね目指すっていうところですね。そういったことをおそらく受験では皆さんされてらっしゃると思うんですけど、それをね、身長でも同じことをしていきます。でそれをするとするときに、こちらの成長シートを使います。でちょっとね、表をピーンとアップしますけど、例えばなんですけども、仮にですけど14歳0ヶ月で156.0センチだった場合ですね、こちらの表でいくとここに該当しますので、日本人の平均的に身長を伸びていたら、この子は最終的に真下に行くわけですけど、166.0センチのペースになります。ですのでそれが一つの答えになりますので、まずここをね押さえていただきたいんですけども、ご理解いただけましたでしょうか。もう一度ねお話しさせていただきます。この成長シートというのは、日本人の平均的な身長伸びをですね、表にしたものになりますので、この表を使うと最終身長が予測できます。まずはですね、お子様が平均的に身長が伸びていったらどうなるかというね、まず計算していただきたい。でこの表を使っていただいて、今の年齢と身長をこの表に当てはめて、そのまま真下に行った数値の一番下の数値ですね、そこが日本人の平均的な身長の伸びになりますので、例でやった14歳0ヶ月156センチのお子様ですけども、166センチということで、仮にですけども、このお子さんが目標が165センチであればクリアというような形ですので、じゃあこの調子でいきましょうでいいと思います。一方で身長の目標170センチであれば、少しですね、頑張って4センチ分ですね、伸ばさなくちゃいけないですので、頑張る必要があるので、目標としては悪くないのかなというふうにも思います。ただし、目標が180センチだとすれば、目標を修正してやっていくという必要があるかなと思いますので、まずはですね、お子様の身長から日本人の平均的に伸びていけば、今の身長は目標に値するのかどうかとかですね、そこをですね、ぜひチェックしていただきたいと思います。で、そしてやっていただく二つ目のポイントなんですけども、この表はですね、日本人の平均的に身長が伸びていった場合の表になりますので、これがですよ、日本人の平均よりも身長伸び率が低ければ、先ほどの166よりもより左にってことで、より低くなるわけですし、逆に言うと日本人の平均的な身
長の伸びよりも高ければ166、6よりも高くなるわけですので、そこをですね今度はどういうふうに予測していくかっていうのがポイントになってきます。で次の予測のポイントが思春期症状になります。思春期症状をもとにですね右に行きやすいタイプなのか左に行きやすいタイプなのかちょっとね一緒に検討していきたいと思います。簡単な表現で言うとですね、早熟や晩熟っていう表現を使うとすごく分かりやすいんですけども、早熟はですね、まあ、文字の通りなんですけど早めに熟するということで比較的左に行きやすい、簡単に言うと思春期症状が早く出る傾向にあります。でちょっと次基準をお話ししますのでぜひちょっと当てはめてみてください。例えばなんですけど男の子であれば陰毛が生える時期とかですね、一つのすごく分かりやすい目安になります。例えば、まあ、11歳とか12歳とかってそういった年齢で、陰毛がですね生えるようなお子様ですね、早熟傾向が強いですね。先ほどの166という数字よりも左に行く可能性が高くなります。一方で14歳とか15歳が比較的遅く生えるようなタイプの子は先ほどの表でいくと右側に行く傾向にありますので170に近くなるというような表現になってきますので、ここも踏まえてですね改めて予測をですね、まあ、再検討していただくというような形になります。女の方はですねさらにちょっとですね難しいんですけども、お胸がですね膨らんでくるような時期がですね、例えばですけども9歳とか10歳0ヶ月ぐらいだと、まあ、比較的早い傾向なのかなという印象になります。そうするとですね、まあ、左に行きやすいという表現にもなりますし、逆にですね12歳以上とかですね13歳とかそういった時期にですねお胸が膨らんでくるのはお子様に関して言うと右側に行きやすい、そのような表現がねできますので、そうするとですね目標に対して現状の身長がですねどのような立ち位置にあるのかというのはご理解いただけるかなと思います。ただしまあ仮なんですけども、まあ、そういった時期じゃなくてですねもっと小さい時期ですね、まあ、5歳から9歳とか、まあ、そういったような時期に関して言うと、まあ、そういった思春期症状は当然出てないかと思いますので、そういう場合はですねご両親の身長ですね、遺伝身長っていうのは少し計算してみていただくといいかもしれません。男の子の遺伝身長ですね、まあ、遺伝的に考えられる身長に関して言うと、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割る2というのはですね男性の遺伝身長になります。まあ、仮にですけどもお父さんが171センチでお母さんが158センチ足す13割る2をするとですけども遺伝身長171になるはずですので、先ほどですね、まあ、お伝えした、予測身長最初に求めた身長が166だった場合は遺伝身長がもっと高いですので、思春期症状が出る前の子に関しては遺伝身長ですね、まあ、少し加味してあげてより一層右に行きやすいのかなとか、そういったこともね検討していただくのにはいいかもしれませんけどね、ご理解いただけますでしょうかね。まあ、こんな感じですね。まずはですけども、まあ、遺伝身長とか思春期症状とかも追加して、先ほど最初に出した数字に対して右に行きやすいタイプなのか左に行きやすいタイプなのかというところですね、まあ、ぜひご検討いただいて、まあ、改めてですね大体何センチになるのかなっていうのを、まあ、予想立てていただく、まあ、例えばなんですけどその予想がですけども十分だというふうに考えられる場合はですねそのままでいいと思いますし、一方ですけども少しですね目標よりも低いなというふうに感じられた場合ですと、レントゲンやですね採血を行うことによって、まあ、より一層正確に最終身長を予測するということも可能になりますので、そういった場合ですね、まあ、ご受診いただく必要があるかなと思うんですけど、まあ、そういったのが一つになります。でそれに対してなんですけども思春期症状うんぬん言いといてできるだけ右側にシフトさせたいというような形になると、どうやったら右側シフトできるかというところで、次からですね実践的にですけどよりですね、まあ、確実に身長を伸ばせる方法についてね、検討していきたいと思います。まあ、具体的にね今日お伝えするのはやっぱ生活習慣の部分でね特にお話しさせていただきたいかなと思います。最近口酸っぱく言ってる内容ですので、もうねご理解いただいている方も多いと思います。まずは栄養をしっかりとっていただくということがすごく大事になります。で栄養に関して言うと、まずはですよ覚えていただくポイントは、この70年間で日本人の平均身長って約10センチ伸びたというふうに言われます。女性であれば9センチとか8センチぐらいなんですけども、男性であれば10センチ程度ね、この70年間で伸びたというふうに言われてますので、栄養の改善によって身長は伸びる一方でなんですけど、今十分に飽食の時代、十分に食が足りてるなんていう、ね、表現もあるんですけども、各個人個人のお子様に当てはめた時はね、例えば好き嫌いをしてです、ね、なかなか食べてくれないとか食が細くて悩んでるとかですね、すごくですね下痢をしやすいタイプだとか、いろんなタイプのお子様がいらっしゃいますので、まあ、そういった点もね踏まえてお話しさせていただきたいと思います。まずはですね今下痢っていうワードが出たんですけども、下痢って結構実は大事なポイントで、下痢をするものはもう食べさせなくていいです。例えばなんですけど牛乳はですけども身長にとってプラスに働くと私は言っていいと思います。それはですね論文上統計学から見てもそう言っても私は言ってもいいんじゃないかなと。ただし世の中ね牛乳有害説なんてことねおっしゃる方もいらっしゃるんですけども、まあ、身長ということだけで見ると私はプラスに働くというふうに考えてもいいんじゃないかなと思っています。でその中で例えばですね乳糖不耐症なんて方がいらっしゃってですね、そういった方はですね下痢を起こすんですけども、ただ下痢を起こす方に関して言うと私ですね牛乳を飲まなくていいと説明しています。牛乳を飲んだ時に下痢をしてしまう、それはどういうことかというと栄養は全部吸収されずに流れてしまうという意味になりますので、下痢は非常に大事なサインになりますので、まあ、お子様がですね何かしらの食べ物を食べた時に下痢をするような食べ物があればそれは食べなくていいですというような形になりますので、ぜひ覚えていただくといいと思います。
その他にですね、タンパク質摂取が、ね、大事だなんて言われてるんですけどね、それはもしかしたらもうご存知かもしれません。卵とかですね、卵は実はですけどもね、値段に対してですけども栄養価が高い食べ物になりますので、一つおすすめの食材になりますし、まあ、牛肉なんかはですね、統計学で見ても鶏肉や豚肉なんかよりさらにいいなんていうふうに言われたりします。ただし、まあ、牛肉がね、その統計学的に優位だってことは、もしかしたら牛肉を食べる方がですね、それだけ裕福でいろんな他の栄養素も摂取するから、そういうふうにデータが出やすいっていうような背景もあることも少し、ね、ご理解いただけるといいかもしれません。それに対して、ね、いつもです、ね、お伝えしている、ね、私が本当に、ね、注目している栄養素が亜鉛ですよね。亜鉛に関してですけども、私もね、過去にたくさん採血でいろいろ見てきましたけど、欠乏している方が非常に多いです。亜鉛を含む食材っていうのは、簡単に言うと苦いんですよね。豚のレバーとか牡蠣とか、苦い。だから苦いからこそお子様が食べにくいってことで、まあ、一つ前の、ね、動画でもお話しした通りなんですけども、嫌いな食べ物としてですね、統計学的にも平成22年度の児童生徒の食生活実態調査報告書ですね、こちらの方を、ね、見ていただいてもですね、レバーが嫌いだということで、やはりですね、そういった、まあ、欠乏しやすい栄養素がお子さんにとってもですね、まあ、苦手な食べ物になりうる、まあ、そこが一つになります。ごまとかですね、海苔にもですね、亜鉛と含まれるようですね。そういった食材ですね、もしかしたら摂取しやすいかもしれないので、気をつけていただくといいかもしれません。そういったような感じですね、まあ、ぜひ食事ですね、まあ、気をつけていただくと、やっぱまず第一にやっていただくポイント。そして次はですけども、ステイホームっていうね、そういった時期ですので、すごく難しいんですけども、まあ、そういった中でもですね、まあ、身長ですね、まあ、できるだけ伸ばしてあげたいと、お子さんに関して言うと、運動習慣ですね、運動習慣を取っていただくというのは当然ね、大事になってくるかなと思います。運動していただくと体の細胞が豊かになっていくわけですから、まあ、当然それが一つ、それに対して食欲が増す、睡眠の質が上がるということですね、まあ、運動をやっていただくって、運動にも関してもですけど、ね、ジャンプするスポーツがいいとかね、そういった表現もね、あると思うんですけど、ジャンプするスポーツはまあいいと思うんですけども、それがですね、非常に科学的かって言われるとちょっとクエスチョンマークで、どちらかというとジャンプ云々よりも全身運動で体がですね、エクササイズされるってことがすごく大事なように科学的には思われます。ただしジャンプが悪いとも思ってませんので、本当にジャンプが悪ければジャンプスポーツしてる人はどんどん低くなるかなと思うんですけど、ジャンプをしてるスポーツの人が、まあ、身長が高いという傾向があるかどうか、ちょっとね、そこはね、高いからジャンプするスポーツをね、選択するって傾向もあるので、すごく判断が難しいんですけども、まあ、悪いってことはないと思いますので、まあ、そういった意味ですね、別にあのバスケット、バレーボールも当然含めてですけども、全身運動と呼ばれるのは全身運動、ぜひね、1日1時間程度ね、やっていただくといいかなと思います。ここね、まあ、過去の動画でもお伝えしてるんですけども、例えば90分だと60分でさらに成長ホルモン分泌が多いなんて言われてるんですけども、ただね、体力的とかいろんな面を考えると、まあ、60分がね、私一つの目安なんじゃないかなというふうにお伝えはしています。そして、最後のポイントとしては、まあ、睡眠ですよね。まあ、睡眠もね、本当にもう皆さんご存知かもしれません。10代の方であれば9時間を一つね、目安としていただいて、ぜひね、寝ていただくというのが一つポイントになりますし、それに対して、まあ、睡眠のですね、質を上げるためにですけどもね、日頃からですね、ちゃんとエアコンとか温度管理をしっかりしていただくとかですね、布団とかですね、こう、何気に細かいポイントなんですけども、定期的にやっぱりですね、洗ってあげないとですね、湿気が溜まってしまってね、睡眠の質の低下につながりますよね。まあ、そういったところは、ね、もしよかったら、また改めて気をつけていただくといいんではないでしょうか。はい。ということで、まあ、今日ね、お話しさせていただいて、もう一回ね、振り返りさせていただきたいと思います。お子さんですね、身長ですね、お悩みのですね、お母さんへということでお伝えさせていただきましたね。まず最終的に何センチになるかっていうのですね、まずはしっかりと予測してください。最終身長です、ね、予測するときはですね、もうこの成長シートですね、LINE の方にですね、あの成長シートをくださいというふうに言っていただければ PDF ファイルね、お送りしますので、こちらの方ですね、使用していただいて、まず現在の身長を当てはめる。そして真下に降りてきた身長が、日本人で平均的に伸びていった場合の身長ということになりますので、まあその値がご自身のですね、イメージしていた身長よりも相当高ければ、ある意味ですけど、まあそのままでいいでしょうという表現になりますし、イメージよりだいぶ低いなということになってくると、かなりね、一生懸命やっていく必要があるでしょうという表現になります。そして、まあそのね、先ほどお伝えした身長、真下に下ろした身長は平均的に伸びていった場合なので、それがもしかしたら平均より伸びないかもしれないし、もしかしたら平均伸びるかもしれないしということで、ぜひですね、思春期症状を参考にしてくださいというお話をしました。もしかしたら、思春期に入る前のお子様であれば、遺伝身長なんてね、少し計算してみていただいて、お子様の最終身長をね、一生懸命ちょっと予測していただくといいかもしれません。もちろんね、ご受診いただければ、レントゲン採血を行いながらですね、あとはもちろん私のいろんな知見、経験を生かしながらですけども、より正確にですね、予測することもできますと。で、それに対して、成長シートをですね、右にというふうにね、より高くということで、生活習慣のね、指導もさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。で、今日はね、また久しぶりにちょっとね、まあ、お母さん向けとか、ちょっとね、落ち着いたテンションで喋ってみたんですけど、またね、皆さんの反響を見ながらね、少し喋り方をね、変更していきたいと思います。今後もですね、身長に関することで、全身全霊でですね、配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方ね、ぜひお待ちください。それでは、身長ビヨーン、バイバーイ。